ルプチ道場メルプチメルプチ始まるよ。研究生のコノハです。研究生のエサです。今回は何をするんですか？今日は、スマホの中身紹介ではございません。えカバンの中身抜き打ちチェックをやっていきたいと思います。ということで、カバン持ってきました。どっちから紹介しますか？どっちから紹介する？いい？さっき、うん、いいよ。これは洋服、着替えとかが入ってます。はい。で、メインがこちら。まずはみ出てるのからいきます。はみ出てる、櫛です。あとスマホと、最近暑いのでこの手持ちの扇風機があるとなんか暑くてもこう涼しくなるんで、これは持ち歩いてます。髪を整える用の櫛、ハンカチ、汗拭く用とかで、メイクポーチで、これは、お母さんに誕生日プレゼントでもらったポーチです。あとはあのマスクできたんですけどメイクしてて崩れた時用に予備のマスクを予備にしたら多いね。そう、 3枚持ってきました。あとは電車のスイカとかを持ってきてます。最近すごい暑い日が続いてるので日焼け止めをいつでも塗れるようにしてます。これは充電がなくなった時用のモバイルバッテリーを持ってきました。で、 TikTok とか写真とか撮ってるとすぐ充電なくなっちゃうじゃん。それでその時用に持ってきました。はい。で、あとカバンの外に除菌ジェルつけてます。すごい。このバッグは GU で買いました。クリア素材でなんか涼しそうだなって、見た目が涼しそうで夏っぽいんだなって思ったので買いました。このスマホカバーは360度守られてるみたいな、落としやすいんで、私それでいいなと思って買いました。いいね。私もさ、すぐ落としてバッキバキだから表面とか、そうめっちゃこれいいと思って。すごいね。しかもおしゃれだし、うん、以上です。じゃあ次は私です。まずはこっちの大きい方なんですけど、これはレディさんっていうとこで誕生日プレゼントにもらいました。お姫さんみたいな、うん、すごいお気に入りです。まずはメイクポーチです。と下地以外全部入れてきましたやば、めっちゃ汚い、めっちゃ入ってこれがお気に入りです。これアリサちゃんに誕生日プレゼントでもらったんですけど、これすごい可愛くてお気に入りです。あとはエチュードハウスさんのベリームティント、バナナベリーって書いてあるんですけど、こちらです。これをママに買ってもらって、これなんか最初に塗るとすごい潤うし色もつくからめちゃめちゃおすすめです。チュードハウスさんのチェリースイートカラーリップ扇風機です。暑いから、充電なくなったあ、ついたママが買ってきてくれたのかな、なんか気づいたら家にあったんですけどこれずっと使ってます。コンパクトで、ね、そう、コンパクトでちっちゃいからお気に入りです。これなんですけど、スマホスタンド、うん、TikTok を撮るときにリングライトのやつをこうやって再現できるようにこうやってやって、本当にリングライト使ってるみたいになるので、これを必ず持ち歩いてます。このなんかわかんないリボン何についてる？ピン？なんかこれめちゃめちゃこうやってブスって刺すだけでなんか結んであるとこにブスって刺すと簡単につけれちゃうよってやつ。でこちら私が今塗ってるサンメイクさんのカラフルネイル、ネイルズネイルズのなんか14番、 N14 番って書いてあるんですけど、秋みたいな色、うんうん、ですごく大人っぽい色なので今回こちらをつけてきました。これは指輪が全部、時間がなくて選ぶのもめんどくさかったので全部入れてきました。まあ、アレンジできるようにゴムです、うん、この充電器のこの根元がなくてこれだけありますない、モバイルとかないんですよ。ないで、これはちょっとウルプチノートです。ママがなんか書いてくれるんですよ。
歯磨きです。この中身は以上です。でこれは芸能神社のお守りをつけてます。こちらですね。これはレピピさんで、うん、結構前に買ったんですけど、シンプルなデザインで、うん、ちょっと大人っぽい服とかにも何でも合わせれちゃうからお気に入りです。うん、まずはここに IC カードが入ってます。これはハンカチです。であとは携帯です。これはあのメイクポーチじゃないんですけど、ティッシュとこれと同じの時にもらった鏡です。あとは私が大好きなまゆまるちゃんの櫛です。これ100均で買いました。え、かわいい。かわいくない？ママがなんか家に帰ったらママがあったまたまたあったんですよ。これ使ってます。したらマスクです。あとはエアポッツです。これはなんか誕生日プレゼントに買ってみたいなこと言ったら買ってくれたんですよ。でめっちゃ嬉しくて買いました。かわいい貝殻。そう、なんか貝殻をなんかまた急に家にあったんですよ。こちらお気に入りで使ってます。こんな感じですね。はい、ということで今回初めての抜き打ちをされたんですけど、どうでしたか？本当はあのなんかスマホ、うん、やられる予定だったから、カバンも何も気にせずポイポイ入れてたからちゃんと綺麗にすればよかったなって思ったんですけど。え、だけどめっちゃさ綺麗じゃん。もう本当にちゃんとポーチとかにまとまってるし、コードぐちゃぐちゃに入ってないし。あー、最悪も女子力が高い。え、でもなんかアイサちゃんさ可愛いしさ、ちゃんとさテピカジェルなんてつけちゃってさ。そこ？もしこの動画を見ていいなと思ったらぜひチェックしてみてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。何その大きな三円機。でもイヤホン入ってなくてよかった。ぐちゃぐちゃだよ。ぐちゃぐちゃだと思うよ。